こんにちは。こんにちは。本日は私の運転。怖すぎる。今日がですね、まさかライクシャトルの最後の動画にならないようにしたい、本当に。約ね、17,000キロ、うん、バンライフ始めて走ってるんですけど、うん、私今まで1メートルもね、この車を動かしたことないんですよ。そうだね。企画にされること自体がね、心外なんですよ。え？って言わせてもらって。なんで？だから私普通に運転免許持ってますから。そうだよね。はい、うん、運転免許持った26歳の女子が運転するだけなのよ。あ、じゃあもうこれ企画として成立してない。いや、なんで企画になってるのか正直私は分かってない。だって俺だって普通に運転してるから、俺と同じようなもんでしょ。そうそうそう、マミがただ運転してるだけ。普通に運転するだけなのに、うん、こんな企画でいいのかなっていうところはあるよね。弱いかもぐらいの。いや、そうそう、没候補だよ、うちの中では。私ね、ちゃんと免許持ってるっていうのを皆さんに証明しとこうかなと思って。あ、なるほど。なんか本当に免許持ってんのっていうの結構来るんですよ。免許ゴリゴリ持ってますよ。更新もしてるんで。ああ、もう一回更新してる。持ってるね。はい、ちゃんと持ってます。はい、取得してから一回免許更新もして、もうバリバリ使える免許持ってますので安心してください。更新したことは別に自慢じゃないですよ。で、まあね、しかもね、もう一つね、言わせてもらうと、教習所がね、分かったよ、私の出身の教習所が日本で一番卒業するのが難しいって言われてる、はい、池袋の豊島自動車教習所っていうところで卒業しております、はい、一発で。すごい。ここはね、本当業界の人が見るともう本当教習所の東大って言われてるような。今日ちょっと企画がこれからどうなるかなって心配なんですけど、まあ、皆さん最後まで見ていただけたらいいかなと思います。はい、今道の駅猿払にいるんですけど、猿払、うん、っていうところにはね、超有名なエサぬか線っていうね、うん、北海道の有名な道路があるんですよ。なるほど。一直線の、うん、ザ北海道のバーっていう道、すごい綺麗な道があるんで、そこに行こうかなと思って。一直線の道。はい、やりがいがないなぁ、一直線の道か。いや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 、そこまではあれ、ショッキーやんだ。そこまで俺が運転して。あ、まあいいけどね、そこまでやるけどね、運転するけど。まあいいや、任せる任せる。怖がってやらないよね。全然全然全 然, 全然、任せるよ。あ、任せる。今日はニヤに。まあでもね、安全運転で何より。当たり前や。当たり前だけど、最後までこちらよろしくお願いします。お願いします。ブレーキ踏みながらエンジンつけます。それはわかるや。これ今ハイエースのサイドブレーキ。うんうんうん、これ今。あ、そこにあるんだ。つけるときはこうやって引く。引く。わかった。下ろす。下ろす。はい。はい、これをドライブにすんのよ。ね、そうすると進み始める。あ、それはあれですか？ブレーキを、ブレーキから足を離せば進むと、ね。離せば進む。例えばこうやってじゃあ走り始めて右折したいなみたいな。うん、これを1個下に下げて、ウィンカーね、下げる、そんな感じで大丈夫大丈夫。だ、左折で止まり方は、止まり方普通にブレーキをゆっくり踏んで、こんな感じで止まる。はいはい、まずコミュニケーション取って大丈夫ですよ、もう乗っていただいて大丈夫です。よっしゃ、今日も頑張ろう。おお、行きます。いや、行きますよ、車乗るだけだけどな。よっしゃー。おお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 おやばい。こうですね、こう。うん、どうですか。いいね。ちょっと確認だけど、うん、こっちがブレーキで、うん、こっちがアクセル。そう、右がアクセル認識で大丈夫。そうそうそう。あ、でもまあ分かってますよね。一応確認一応ね、シートベルトちゃんとつけてね。変な感じだね。変な感じだね。ちょっといい、役怖いなぁ。ちょっと待って、ちょっと待って、行くね、とりあえず。ああ、で、どうすればいい。行って、そこの道通って、また戻ってくる。あっちの道行くの。うん、いきなり無理無理。じゃあ一旦そこ行こう。どこ行けばいい。前、前、前。前、前。じゃあちょっとエンジンかけますよ。まずブレーキのところに足をちゃんと置きます。うん、ブレーキ踏んでもいい。うん、エンジンかけても動かないよね。動かない、動かない。パーキングでっていうから。うん、はい。怪しい。あー、やばい。でもハンドル握ると思い出すね、なんか。思い出す。うん、血が騒ぐよ。で、ドライブに入れます。ドライブに入れたら動き出すっていう認識で、うん、いいですか。うん、 OK です、 OK です。おー、いいね。あー、待って、出発する前に右と左確認しよう。しっかりめにね、サイドミラーの確認とバックミラーの確認と、うん、右と左をすごいよく見て、絶
絶対大丈夫だね。じゃあ行くよ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 、ガチ行くよ、うん、ちょ そっちちゃんと見てる、OK、あ大丈夫、来てない、来てないね、行くよ、まっすぐまっすぐ前に、まっすぐ行って、こう、うん、ま、一周して帰ってくよ、とりあえずまっすぐ行けばいいね、うん、行くよ行くよ行くよ、で、離せよ離せよ、離せ離して、基本その右足はブレーキの方に置きつつ、アクセルは踏まない方向で行こう、ここ踏んだ方がいいか、ここちょっと、ね、まあ、踏んでるね、おーこれで OK かな、いいじゃんいいじゃん、でちょっと一応もう一回ここに戻るから止まって、うん、右と左ちょっと確認しようね、すっごい手前に止まるすっごい手前に止まる、 OKOK 大丈夫いやまだもうちょっと先もう前から止めるよ、前から止める、あ駐車、まあ、余裕だからちょっと駐車やってみれば、えできるかな、大丈夫大丈夫、じゃあ左に切るよそんでそんでバックね、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 バックは R だよね、 R ね、あるある、だからハンドルはそっちそっちそっち、大丈夫、ちょっとみんなまで言うな、やらせてくれ一回、こうしようこうしよう、すごい、そうそう、で今まっすぐだよね、うん、でこれでサンドルをまた戻してこうしよう、ほらそう、はい、できた、もうちょっともうちょい下がろう、もうちょい下がろう、オッケー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 、パー、これを見ないといけないから、あ、そっかそっか、うん、危な危な、今何見ながらやってたの、今これ横なんで、あ、まあでもまあでもまあなんとなく分かった、分かる分かる分かる、で今こういう時、喋る時はパーティングドライブ、パーティングに入れなきゃ、これも足離す大丈夫だよね、話大丈夫、オッケーオッケー、そう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 、あー、なるほどなるほど、もう一回じゃあ同じルート行こうか、ウィンカー出してみてもいい、ウィンカー、左、右、左に曲がります、右に曲がります、そう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 、人も来てないね、 OK 行くよ、そのさ、うんうん、あの行くよって言って出発するまでが遅すぎてさ、うん、状況変わってるから集中してね、なるほど、20キロぐらいかな、こんなんで道路を走ったらもうボコボコにされるよね、ボコボコにされる、お、うまいうまい、で、もうどっちからも来てる、赤、右から来てます、あ、来てる、お、見てますね、見てます、見てます、あ、もう一台赤いのも来てますね、まあ、あの赤い車待ってたらまあ結構やばいけどまあ、もう行っていいのかなと思うけど、まあまあ、まあ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 、ね、いや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 、ダメですよ、そういう気の緩みがこう、あー、なるほど、あの、引き金になりますので、あ、まあ、あっちも困惑すると思うけど、なんで止まってんだろうってじゃあ次は、この、あそこの、うん、道の駅の出口から出て、うん、ガーッと走って、うんうん、あっち側の道の駅の入り口のところから入ってくる、うん、できるかな、いきなりちょっと難易度高くない、自信持っていこう、これみんなやってることだから、マミリも全然できるよ、オッケーオッケー、よっしゃ、オッケー、じゃああの車が行ったら行こうか、はい、あ、でもあのハイエース、ハイエース、おお、分かってます分かってます、その辺はよし、ちょっと待ってよ、緊張するな、めちゃくちゃ緊張する、やばい、初めて行動に出るのってやばい、本当にやばい、行きますよ行きますよ、オッケーオッケー、右確認して左確認してスーッと離してって、でこれ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 でもう行く、いいじゃでいいのね、いいじゃで行くよ、行く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 、大丈夫大丈夫、これ真ん中じゃない、真ん中じゃない、ストップストップ、ね、こっちは来るからね、車が、え、どっちどっち来るの、こっちに来るから、うんうん、左側、だから左側に寄んないといけない、あ、やばい、マジで緊張するな、これ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 行きたい、行くよ、行ける行けるね、はいはい、右確認左確認、オッケー、行きます、集中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 、左車線ね、うん、そう、ここだよね、そうそうそう、もうちょっと出せるね、で、もうアクセル離して、うん、もう蛇行でぐらいでいいよ、蛇行で、で、ど、うん、ど、ど、これ出す、出す、出す、まだ、で、そろそろ出して出して、うん、そう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 、で、こっちで左車線、あ、うまい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 、で、まっすぐ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 、うわ、うちより若い女の子だ、明らかにうちより若い女の子がスイスイ運転してる、そう、これ右ですか、はい、はい、行きますよ、で、こういう駐車場を運転するときは、うんうんうん、こういう車の脇とかから、うんうん、 人がね、人が出てくる可能性があるから、うん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 、ほんと徐行で、基本徐行だね、もうね、うん、もうワンチャン当たっても大丈夫ぐらいのスピードで走ってる、ワンチャンは当たっちゃダメなんだけど動いて自由って事故だからね、そうか、で、これでどうしようかね、まっすぐまっすぐまっすぐ行こうか、もう一周しよう、オッケーオッケー、よかった、集中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 、余裕で、でも余裕でしょ、あー、そう、
余裕でしょ、だって東大出てるから。まあ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 、うん、であそこ停止線でちゃんと止まりますよ。めちゃめちゃ遅い今が。あ、今めちゃ遅い、やばい。後ろ人来てないね。あ、来てる来てる来てる。あのね、後ろの車とかね、うんうんうん、そんな気にしないでいい。あれはいい、またない。あの白いやつ行ったらにしよう、うん、ごめんなさい、遅くて。ちょっと線行きます。さあ、あれですよね、真ん中の線、黄色は超えちゃダメっていう感じですよね、認識的には。そうそうそう、まあこの場合は1車線しかないからね、こっち側は。あ、なるほどなるほどね、うん、これで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 、ちょっともうもうもう線右側に入れて。そうそう、あ、うまい、さっきよりうまい。で、ちょっとずつブレーキ踏んで、ブレーキ踏んで、で、対向車来てないから、対向車来てないから曲がっていいねっていう話で。オッケーオッケーオッケー。あ、いいじゃん、いいねいいねいいね。あ、うまい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 。どどどどどどど、これはね、あのね、いけると思った時点で負けだから。そう、運転っつうのは。うわ、すごい語る。いつでも犯罪者だと思って。そんで、こっちかな。そう、おー、いいねいいね、分かってきてる。出て、話話すよ。うん、これなんか分かってる。手は離さないでほしいけどね。おー、あー、できた。初めて行動に出ました。じゃあ次はどうする。いや、もう次そこの道行く。ちょっとそこまで行くか。で、無理無理無理、途中で。じゃあ無理だ。え、もうマジこの道ずっとまっすぐ。まっすぐ。あ、50キロで走っていい？50キロ道路。じゃあもうほんと無理だったらすぐすぐ言うね。うん、あ、ちょっとやばい、ダメだ、緊張感がもう限界ってなったら、うん、あのニーヤンも普通に自分が運転してるかのような心持ちで助手席に座ってね。いや、お前に言われなくてもそうしてる。クソ怖えんだよこっちは。もしかして今一番怖いのニーヤンなの？そうだよ。ライクサダで、もしかしたらダブルドライバー説出てくるね、こんだけ運転できると私が。よっしゃ、行こう。行くぞ。じゃあもうちょっと確認します。サイドミラー確認して、バックミラー確認して、右が今バイク来てます。はい、 OK だね。じゃあちょっと行くよ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 。行け。行きますよ。自信持って行こう。はい。北海道の道は動物も可能性あるからね。そうですね、そうですね。この鹿とかが結構いるからね、サルフツは。出発しますよ。行動出ますよ。出るよ出るよ。ここね、これね、これね、これだけね。OK ね、50キロね、50キロまで出す。50キロまで出した方がいいよね。ああ、50キロまで出すよ。ちょ、なんて、これスピードメーターか、ちょっと確認が難しいから。ああ、でも今いい感じ、今いい感じ。今の速度は保てばいいですか。保てばいいです。で、冷静に乗ろう、冷静に。大丈夫でね。そのぐらいでいいよ。うん、迷惑かけてないね。ああ、もうちょっと下もいい。遅いな。ああ、海綺麗だな。わあ、すごい自然。ああ、ちょっとうるさい。ああ、え、見えないからさ。オッケー。これまっすぐだよね、まっすぐの道。めちゃめちゃ運転しやすいじゃん、うん、この道。そうだね、あ、でも前から大きいトラックが走ってるから。ああ、だから関係ない、あれ対向車だから。これで後ろから来ても、うん、俺らが遅いと思ったら勝手に追い抜くから。なるほどなるほど、うん、気にしないでいい。ちょっと後ろ見るよ、後ろ見てもいい？後ろ前見てて、前見てて。ああ、うん、オッケー、大丈夫。オッケー。これ大丈夫かな、こんな感じでいいですか。あ、なんかちょっと車あるな。いい、車あるぞ、あそこに。あ、そこに。おっと、やばい、進行方向に車発見した。だから、ああいう時はちょっと右避けなきゃいけないよ。まあ、ウィンカー出したらいいですよね。ウィンカー出す、ウィンカー出すよ。出すんだけど、もうちょっと待ってから、うん、ブレーキは踏まなくていい、うん、ブレーキは踏まなくていい。ウィンカー出したらいいですか。ウィンカー出して、で、右来てない、後ろ来てないよ。後ろ来てない、オッケー。前も来てないから、もうウィンカー出して、出して。はい、避ける。避ける。で、この時対向車が来てないから、うん、これ出ちゃっていいよね。うん、こうですか。で、左もウィンカー出す。あ、左に。左にもウインカー出さなきゃいけない。なるほどなるほど、うん、で、これ今ウインカー出てます。で、あの、うん、運転やめないで、あの、今走ってるから。あ、そっかそっか、30キロで走らないで。待って、ちょっと待って、一度にいろいろ言わないで、本当にお願いだから。このね、うん、進行方向が何メートルかずれるときは、うんうんうん、ウインカー出さなきゃいけなくて、戻るときは左に動くわけじゃん、うんうん、なるほど。だから左に戻る。あー、そういうことか。で、それにいっぱいになりすぎてアクセル踏むのやめるのは、うんうん、やばいから。わかりました。うん、あ、いいね、走りやすい道になってきたね。あ、いい、これで見で、あの、あんまりこうやって調子乗ってスピード出しすぎないように気をつけて。そうスピードメーターとにらめっこで。いや、別にそこまでそんな気にしなくても。お、前に工事しております。工事だ、どうすればいいですか。工事の場合はさっきのやり方でよろしいですか。右に出して、右に曲がって、左に曲がって。そうなんだけど、ね、あの工事の人、うん、あの人が誘導してくれるから、うんうんうん、ちょっと工事の人に私が初心者だってこと伝えてもらってもいい、うん、ちょっと今からじゃあ降りて言ってくれ、ちょっとあのジェスチャーでちょっと初心者なので手汗作って。どんどんあの手汗であのハンドルが滑るんだけど、それに関してはもうどうする方法もないよね。もうね、しょうがない。あ、抜かれた、うん、まあ、抜かれたというか抜いてくださったって感じの認識だよね。そう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 、今日に関してはね。ありがとうございますって毎回お礼言わないといけないのよ。俺言った方がいい。そういうのいいから、ちょっと、うん、そういう小ボケみたいなの今マジでやめてほしい。本当に冷静に。余裕ないな。
オッケーオッケー、ちょっと後ろ確認しようかな、前見ててちょっと一緒。だからご夫婦だね、老夫婦。それあの 前見ててとかないから、それ一人でできるようになったら食べない。シェルター内の歩行者の横断に注意って書いてますね。結構怖い看板がありました。ちょっと徐行しましょうか。いや徐行はしないで普通に走ってて。あ、今のところ何もない、寄ってないよね、何にもない。大丈夫ですね、大丈夫ですね。冷静に冷静に、いやいや冷静になってくださいよね、あなたが。落ち着いて落ち着いて、大丈夫だよね。ちょっともうちょっと右かな、もうちょっと右かな。大丈夫。あ、これちょっと信号大丈夫。この青だから、青だから、青だから、青だからいいだろ別に。青だからやね、堂々と行くよ、堂々と、うん、胸張ってるちゃんと、胸張っていっちゃうよ、うん、あ、今車出てきたところ。あ、あ、うん、あそこあそこ入ればいいんだね。じゃあスピード落とすよ。落として左で出して、これ冷静だね、これ冷静、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 冷静。ちょっとかなりもうちょっと落として、踏みすぎ、早い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 。うわ、すげえ、すげえとこだな。うわ、プレサヌカ線、これがそうなんかな。うわ、初めて自分でこれサヌカ線だ。サヌカ線、すげえ、すごい、めっちゃ綺麗。うわ、すげえ綺麗だね。綺麗綺麗。うわ、普通に運転なしで見たかったわ。いいね、あの初心者の車の運転には最高な、最高最高最高な道だよね。こんなまっすぐの道、みんな北海道のこの道で練習すれば大丈夫だと思う。本当にあの教習場の時なんか池袋のあのど真ん中のあの道を越えて運転してたと思えないもん今うち。もうこの道が怖いんだから。考えられない、考えられないよ。マミでも今もうすでに20キロぐらい走ったからね、うん、すごいね。15キロぐらいかな。いやーすごい、嬉しいわ。じゃあまあ運転っていうのはあれだね、でも本当チームプレーだね、なんかね。チームプレー、そうです、そうです、うん、いつもだからで助手席で寝るとか論外ないよね。やっぱり結局あ一人用とか、うん、そういうのって結構助かるから。助手席乗るものとしてあんま良くないね。そうね、そういう人がもしいればね、もしそんなやつがいたらって話ですね。どうだって、いやいい、あーちょっと不安だね。ちょっと隣の人が寝てるとやっぱりちょっと不安かも、うん、まあ、こうやって走ってみると分かるね。でもさ、正直飽きてくるね、運転って、うん、運転マジでちょっと飽きてきたわもう。じゃあ交代する？いや、大丈夫、やりきりたい、この江佐中線を走りきりたい私。お、じゃああと3キロちょいぐらい、うん、いや、ちょっとこれなんかもうちょっとニーヤンどっかに連れてってあげたい、うち。いや、でももう自分の運転で曲がったりしたい、もっともっと曲がったりしたい。もう終わりです。できた、よかったよかった、できたね。あー運転できた、緊張した。はい、ではということで私の初めての運転終わりました。どうでしたか？運転技術は。いやまあまあ普通に良かったと思いますよ。本当ですか？はい、まあやっぱりね、初日だから緊張感が伝わってね。なるほど。まああんだけ注意してたら事故りませんよって感じ。まあ最後まで集中力を切らさずにやりましたんで、うん、でマミはどうだったの？ね、こんな長い時間ね、まあ言うと 2,30 分なんですけど、うん、運転したのが初めてで、はい、まあもうすっごい最初怖かったんだけど、うん、まあ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 、まあまあぼちぼちできたかなって感じ。私はちょっと性格の適性上あんまりあの車運転に向いてないの自分で分かってるから、ニーヤンの運転で旅進めていきたいなと思いました。めちゃめちゃ緊張してるじゃんマミがさ、うん、今日ずっと、うん、そういうの見て、あ俺も本来このぐらい緊張して運転しなきゃいけないのになんかちょっとこなれてたというか。なるほど。だからそれを再確認して。ああ、なるほどね、なるほどね。マミから今日学ぶものがあった。おー、いいですね。初めてじゃないこれ。マミから学ぶことがあるなってことは。これからもね、まだまだ長い距離ね、ニーヤンは運転するわけだから、うん、まあ、初心を忘れず。そうね、安全運転で行きたいね、うん、そうね。今後やっぱその助手席でもうのんびりしすぎて眠っちゃうみたいなこともないっていうことか。いやでもそれをがど、うん、いかに重罪かってのはちょっと今回自分で運転してみて痛感した。特に深夜とか運転してる時とか。そう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 、ニーヤも眠いのに、うん、うちも寝ちゃうっていうのがいかに罪が重いかっていうのは感じました、うん、だよね。はい、うん、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と評価よろしくお願いします。バイバーイ。